山下先生、今回、まあ、お二人にちょっとね、来ていただいたのは、まあ、その、J リーガーって実は、まあ、プロのアスリートとして、ね、こう、J リーガー二度引退があるというようなお話もされてますし、先生自身も常に研究として、社会保障を研究されながらも、先生もサッカー大好きで、ね、いろんなスポーツの、こう、いろんな側面からということで言うと、やっぱり、こう、問題提起をされたい部分があるということでの研究ですけれども、どういったものか、ちょっと紹介いただけますか？わかりました。まあ、僕自身はずっとサッカー、プレイしたのはまあ、高校年代とかまでなんですけど、全然、プレイヤーとしては、その辺のぬいぐるみの方が上手なんじゃないかって感じだったんですけど、まあ、後ろ、今、バッジあるじゃないですユニか。いや、フォーム。バッチはセレッソのユニフォーム気になるんですよあ、そね。うなんですよ、セレッ僕、いソ。た年なんですよ。おお。それええー。これ、これですね。ああ、ヨシトじゃないですか。おお。僕、長崎出身で、はい。新人戦とかで国見とちょっと当たったこととかはもあったり。い。はい。いや、僕、同じ、そう、まさにその時のユニフォームでしたそうですよね。なんか、そうだろうと。そうだろうと思ってから。あ、そうなんですね。へえ。はい。用意しときました。もうな、もうめちゃくちゃいっぱいユニフォームあって。でも CL とかも、海外もめっちゃ見てますし、もちろんこの前の ACL、佐藤さんが、解説されたのも見ましたし、昨日の鳥栖と浦和も見ました。で、そういう感じで、もともとサッカー大好きで、大学ではもう部活じゃなくてサークルでやってたけど、もうヨーロッパのサッカー見るのすごい好きだった。特に CL 見るのが大好きだったので、もうリオンが何回か連続でレアルにノックアウトラウンド最初の時に勝った試合とかをスポーツバーでもうずっと見て、その何年間も通い詰めたりして、それで大好きだったんですけど、で、そのサッカーをリアルタイムで、ワールドカップも CL もリアルタイムでずっと見たいなと思ったら、やっぱ一般企業に就職しちゃうと、なかなか難しいなってことで、で、研究者になったら時間の融通利くし、海外とかも行けるから、なんかもう、勉強して、大学で教員になろうかなって、そのサッカー見続けたいがためにっていうところあったんですよね。いや、これ本当の話で。そうなんすか。そうなんですよ。それでもう、すごい好きだって。で、まあ、その師匠にも恵まれ、指導教官にも恵まれて、まあ、王道の研究をずっとしてたんですね。なんか、ザ・学者みたいな研究をしようとしてたんですけど、その間もずっとサッカー見てて、で、ある時レアルマドリーにいた、デラレッドって書かれたり、デラレって書かれたりルベします。ンデラレですね。はい、そうです、そうです。選手が、まあ、心臓のかなんかのトラブルで、まあ、引退するっていう時に、なんかすごい前途のある選手なのにもったいないなって思ったのと、なんかの記事で、それで、それが、まあ、労働災害に該当するみたいな話を見たんですよね。で、この前改めてネットで検索してももう出てこなかったんですけど、これ労災ってなんか僕の分野だなと思って、なる社ほど。会保障が専門なんで。で、もしかしてこれスポーツ大好きなサッカーと、その社会保障専門分野つなげたら面白いことできるんじゃないかと。あんまりしてる人がいなかったので。で、これでやろうっていうことになって。で、調べてみるともう日本と海外では全然、選手の位置づけが違って、結構海外の方は、まあ、いわば会社員とかと同じように結構手厚い労働者としての保護があるのに、日本では、まあ多分プロ野球選手とかの伝統もあったりして、その影響を受けたりして、多分個人事業主、フリーランスみたいな扱いで、社会保障が、まあ、比較的手薄であると。で、その辺をちょっと、まあ、掘り下げて研究していると。で、それを、まあ、問題提起をさせていただいて、それが多分、ひいてはですね、僕自身はもしかしたら競技力の、日本サッカーの競技力の向上にもつながるんじゃないかと思って、今日こういう機会をいただいたという次第です。まあそこはちょっと久里さんにもね、選手会の会長もされていたので聞きたいんですけど、まあ多分 J リーガーってもう J リーグできて30年で今年で華やかな職業で子供たちの夢であり憧れなんですけど、でも一方でやっぱりまだまだ不安定な、そのトップの選手はね、多くの年俸を受け取って、まあね、そんなに引退を心配しなくていいと思うんですけど、やっぱりそれはあくまで一部だと思うので、選手会として、あるいは選手全体で見たときには、まだまだそういう不安定さであったりとか、あるいはその職業として雇用は個人で契約してるので、言ったら今社会的に多くなってるフリーランスと一緒なわけじゃないですか。自営業者なわけじゃないですか。じゃあ税金をどうします、ね、確定申告どうしますっていうところを、ポーンとじゃあ J リーガーになった瞬間からいきなりそういうところに立ち向かわなければいけないと思うので、いろんなこう問題とか難しさあると思うんですけど、その辺は今、こう、そういう立場をお務めになって、今 J リーガーという職業、どうご覧になってますか？
まあ、改めて、選手時代も不安定だなと思いながら、若い時は、プレーをしてましたし、うん、まあ、また引退してからも外から見て、うん、社会の中でもこう、プロサッカー選手っていう位置づけが、まあ、社会保障の観点から見ても不安定だなっていうのは思いますよね。うん、どちらかというと本当にこう、うん、まあ、もちろんサッカーだけに限らず、プロスポーツ選手は個人事業主として、いろんなことをこう自分でやっていかなきゃいけない。あそこはやはりこう、まあ、会社員の方々とはちょっと違った形にはなっているので、何度もその選手会としても、そういった社会保障の部分で、何か、変えていけないか、制度化できないかっていうのはずっと議論はしていたんですけど、なかなかその制度化するっていうところで、まあ法律の問題もあるっていうところで、うん、話がなかなか進まなかったっていう、まあ、なんですかね、背景みたいなのもありましたし、うん、まあ一番はもちろん選手として、ピッチで、それぞれのフィールドで結果を出すことが一番なんですけど、それもやはりそれぞれのこう、日常生活が不安定な中ってなかなか難しいと思うんで、それがやっぱり安定している状況であれば、なおさら、いいパフォーマンスというのは発揮できるのかなっていうのは、当時も思ってましたし、うん、今本当に外から見てもそれはすごい感じますね。うん、先日、まあこの対談にあたっていろいろこう記事調べてたら、久里さんのこう、その選手時代、仙台時代に家を購入しようと思ってローン組めないって審査が罰出たみたいな話に驚いたんですけど、まあでも、ただ僕の中でまだ21とか2とか、それぐらいなので、うん、まあその年代で家を買おうと思った僕もどうかしてたと思うんですけど、でもやっぱりその、じゃあプロサッカー選手が社会的地位でどうかって時やっぱり住宅ローンが組めないっていうのは、若い自分にとっても非常に衝撃的でしたし、結局やっぱり社会の中で、プロサッカー選手は、例えば怪我して翌年プレーできなくなったら、価値がない、うん、稼ぎ方がわからないっていう見方をされてしまうんだなっていうのを、うん、感じたので、なんかすごいその時は悔しい思いを感じましたね。なるほど、なるほど。はい。今でこそ久さん、その JA クラブも選手ある程度こう契約複数年で囲って、まあ国内、うん、海外に移籍するんであれば、はい、しっかりと移籍金取ろうっていうクラブになってきてますけど、久さんが元気じゃないか、まだまだ、まあ、例えば複数年だってもう単年ごとにしっかりとシーズン終わって来年の年俸を改めて決めましょうみたいなことだったと思うんですけど、はい、結構やっぱりそうなると、こうやっぱり仕事として、職業として不安定だなっていうのは感じました？いや、感じました。本当に、まあ、僕も京平も、当時は、旧ルールの中で移籍が行われていたので、複数年契約する選手は、誰一人いないというか、それはクラブ側が全くメリットがない。単年契約でも、常にこう、移籍金を取れるような契約形態だったので、うん、でそれが、まあ、FIFAに統一されて、その後やはりこう、どちらかというと、選手が強い立場になってきたかな。うん、まあ、ここ数年それは非常に感じますし、結果を出した選手は複数年、ただ結果を出せない選手はよりこう、単年で、うん、厳しい評価。そこは本当にこう、上と下の、格差が広がってきたなっていう印象はすごい感じます。うん。山形さん自身は、その J リーガー経験されて、まあ、久さん同様にやっぱり不安定で、本当に一年一年が勝負なんで、それがプロの世界と呼ぶ世界なんですけど、なかなかやっぱりそういう保証されてないなとか、守られてないなみたいなところをお感じになってました、当時は。そうですね。まあ、J リーガーとはいえ、やはりこう、まあ、まあ、プロのサッカー選手であって、まあこう、いろんなね、職種の方も、やっぱりこう、働いて給料が出てる以上、プロだと思うので、まあそういったところで、まあそのサッカー選手は特別じゃないんだぞっていうのは言い聞かせてはいましたけども、やっぱりこう、高校を卒業して、やっぱりこう、同年代と比べては、高級なわけですし、うんうん。まあそこで若いうちから、やっぱりお金はあるだけ使う、後に残らないお金を使ってしまうっていうところで、なんかこう、若い時はやっぱりこう漠然と考えてましたけども、やっぱりこう、契約更改になる10月、11月、12月になると、ちょっとどこかビクビクしないといけない。う
ってなった時でも、やっぱ若いうちって先のことが考えられないので、うん、じゃあ、いざ、次何やるのって言った時に何も、もう自分の中でバックボーンも何もないですし、うん、まあそういったところではすごく、まあ遺跡のね、こう変わったりっていうので移籍しやすくなったりっていうのはありましたけども、やっぱり複数年結べるこう安心感、あとはまあ単年だと次はもうないんじゃないかなっていうところの、まあ勝負しないといけないっていうね、反骨心もあるとは思うんですけども、ちょっと恐怖感とか、まあそういったのとは常に戦ってはいましたね。山形さんは J リーガー何年、何シーズン？9ですね。9年やられて。はい。でもまあ20代の時に引退されたってことですよね。そうですね。うん、まあ、僕の場合はもうなんかこう、まあちょっと逃げたところもあったんで、まあなんかこう、やっぱり若くしてやめた方が先があるんじゃないかなと。うん、なんかこう、ずっとサッカーだけしかやってきてなかった選手が、じゃあ、年を重ねて、すぐ新しい職業に、こう、ついていけるかっていうと、ついていけないんだろうなって思ってたので、まあ、一応こう、自分の中では、まあ、若いうちに辞めて次をっていうのは考えてはいました。なるほど、なるほど。はい。それで、引退されてすぐにどういう仕事されたんですか？引退してただ何もなかったので、うん、本当にこうラーメン屋でバイトしたり。本当ですか？知り合いのクロワッサン工場でクロワッサンを作ったりとか。本当ですか？いや、はい、ちょっと自分の中でもいろんなカットあったでしょう、それは。いや、それがですね、意外と、サッカー以外に飛び込んでみるっていうのが不安ではあるんですけども、いざやってみるとすごく楽しくて、っていうのも、まあ今もそうですけども、自分で考えてメニューを組んだり、試合の戦術を考えたり、プレイヤーの時も、やっぱり自分のアイディアだったりっていう、与えられたものに対して取り組むっていうことをやったことがなかったので、これやっときなさいよっていう提示の中でやる、こう、楽さ。なるほど、なるほど。それはなんかすごく、楽だなって思いました。なんか、楽しかったですよ。違う刺激が入って。うん、なんかそれが苦にならない性格なのかもしれないですけども。うん。そうですね。だからいい経験にはなったなと思います。でもちょっと、現実的なシリアスな話聞きたいんですけど、例えば引退して、引退後って、その前の年の税金を払わなきゃいけないわけじゃないですか。あ、そうです。だから、そこ大変だったんじゃないかなと思うんですけど、どうでした？そうですね。まあ、そこの貯蓄はあったのかなかったのか、なかったと思います。なので、はい。なんでこう、なかったからやっぱり食い、つないでいかないといけないんで。うん。はい。で、まあ本当に知人が今の会社を紹介していただいて、そこから今、もう16年、17年になります。はい。でも山下先生、その J リーグの数字がちょっと後で見せてほしいんですけど、はい、平均の現役年数 6.3 年って言ったら、まあ山形さんは少し平均よりもやられてるし、でまあ高卒で華やかに J リーグデビューされてるんで、それなりに多分ね、早い時期なんかは稼いでたんじゃないかなと想像するような選手なんですけど、やっぱりそうやって引退してね、こう例えばね、パン工場とか、そのラーメン屋でバイトしなきゃいけないぐらいの、やっぱり現状はなかなか J リーグ華やかに見えても、全体で見たときにはまだまだ一部の方しか本当に安定して引退後も安泰ではないんですかね。そうなんじゃないかと思います。資料を共有してもよろしいですか？はい、お願いします。はい、お願いします。ちょっとじゃあ僕の研究の内容をお話ししたいんですけど、まあ J リーガーの2つの引退、最初小沢さんにご紹介いただきましたけど、二つの引退っていう視点でちょっと研究をしてました。で、まあ僕、社会保障法っていうのを専門にしてて、で、まあ、この前、こういう問題意識があって本を出して、
おかげさまで1万部売れたんだけど。すごい。ありがとうございます。それは、学生に買わしてるわけじゃないですよね。そんなことないです。なんか人によっては、この本の一番最後のページに定期試験の受験のためのチケットがついてるから、絶対買えよとかいう先生がいるんですけど、僕はそんなことしてないです。大丈夫。すごい。はい。で、トヨタ財団っていう財団から研究助成金をいただいて、あとは国というか、文部科学省から、科研費っていうのもいただいて、その助成も入って研究をさせてもらってます。で、僕自身はその J リーガー二度引退するっていうふうに考えていて、それどういうことかっていうと、一個目の引退、引退丸一っていうのがサッカーからの引退、いわゆる現役引退ですね。パッと見、こっちがいわゆる引退っていうイメージかと思います。ところが、J リーガーとか、プロ野球選手とか、プロアスリートは全体的に、引退丸二っていう、この、老齢期の職業生活からの引退。こちらの方もちょっと考えとかないといけないなというふうに思ってます。で、これは、いわゆる公的年金の受給開始の年齢。大まかに言うと65歳程度。で、これは、引退丸二っていうのは、国民誰しもが遭遇するもので、別にこの J リーガーだけが老齢になるわけではない。だけれども、J リーガーとしての職業の特殊性から、やはり独特の苦労があるなというふうに思っています。で、図式的に表すと、若い時に、現役選手時代、職業としてのサッカーっていうのを経験して、で、それは現役の年数の平均は 6.3 年。で、大体26歳ぐらいで辞めることが平均的であると。かつ、年俸も、それほど、この6年間というか、引退丸一を現役引退するまでにも一生分稼げるかというと、それは一部の選手だけかなというふうに思っていて、例えば、J1 の年俸の平均は3700万円。2019年の J1 の値ですが、3700万円で、ただこの平均っていうのは注意しなくちゃいけなくって、例えばイニエスタ選手とかがものすごい上がってると、平均って上がっちゃいますよね。ガーッと上がっちゃうので、それよりはむしろこの中央値って言って、年俸が低い方から高い方までを順々に全部一列で並べて、ど真ん中の値を取ったら、だいたい1500万円ぐらい。これぐらいで、とてもその一生、食べれるようなのを現役時代に蓄えるっていうのは多分無理なんじゃないかっていう値でした。なるほど。はい。で、その後引退丸一を経た後に、いわゆるセカンドキャリアですよね。次の職。サッカー選手としてではない職について、で、老齢になるまで何とか働いていくっていう時期。で、ここの過ごし方によって、またその老齢期の引退丸二を経て、老齢期に入った時の年金の額がどうなるかとか、貯蓄がどれぐらいあるかっていうことを、難しい現実に直面することが多いというふうに思っています。なるほど。ちょっと、山川さんに聞きたいんですけど、山川さん、その東福岡から J リーガーになったタイミングは、あれだけの、高校選手権でも活躍されたので、かなり、実際には複数のクラブとかオファーあったんですか？いや、2クラブしかなかったです。あ、そうですか。早い段階で決めたので。うん。はい、もう、冬、そうですね。その選手権が終わって、もう春には多分サンフレッチェに決まってたんですね。はい。ただ、はい、J リーが特に高卒でも大卒でも今でもそうだと思うんですけど、年俸の上限があるじゃないですか。新卒の。はい、だから、例えばじゃあ、人気な選手が2つ以上のクラブからオファーもらっても、年俸で例えば480万が、上限だったらそれ以上のオファーが来ないわけなので、同じ年俸の中からどうやって選びましょうみたいなところがあるはずなんですけど、はい。あとは上限で言うとそれこそ山下先生もね、福岡大学の乾監督のお話で多分お聞きになってると思いますけど、例えば永井健介が大学時代にも A 代表で、あるいはね、強化指定選手で、上限をクリアするような J リーグの中でも出場分数を稼いでいて、それでも700万円が上限だったので、だったら海外に行ったらどれだけもらえるんだっていう話になったと思うんですけど、やっぱその辺は選手としてはちょっと上限があることによって年俸的なオファーの魅力は、山川さんなんかはあんまりそこは考えずにもう決めたんですか？そうですね。お金のことに関して言えば、最初が、広島でしたけども、満額の提示をいただいて、もう一つが地元の福岡だったので、やっぱ、支度金
うん、でまあ、契約金みたいなやつですよね。これで支度してきてくださいよっていう、うん、まあ、上限と年俸とっていうのが、まあ、福岡は、まあ、今だから話せますけど、もう半額ぐらい違くて、年俸が半額ぐらい違くて、支度金は本当に4分の1とか5分の1ぐらいな感じだったので、で、まあ、環境面とかも、まあ、金銭面も考えた上では選びましたけども、確か僕らが、僕らの一つ上の世代からこの ABC 契約のこの上限が始まったと思うんですよ。うん、確か。なので、二つ上の世代とかね、すごい世代ですけども、高卒から本当にこう活躍する選手ばかりで、すごいなんかこう、いいことしか聞かなかったですけど、次の年からその上限決まってしまって。なるほど。まあ多分それで言うと、資産とかだと、ユースの上がりなので、うん、多分もっと、制限されてると思います、うん、そう。当時ユースからそのまま昇格する選手って、借金もすごい抑えられるし、年俸も抑えられるっていう中で昇格、ほぼの選手が昇格してくるので、うん、はい。多分資産の方が多分、その、Jリーグなる初年度はきつかったんじゃないかなと思います。うん。あまりそういうことは多分高卒だから考えないでしょうけど、やっぱその辺は後になったら久々さん、ユース上がりの方が、なんかそういう競合もないから低く抑えられてたんだみたいなこと気づいたりしたんですか？いや、僕は一番最初の提示でも圧倒的に低いなって、同世代がやっぱり代表で、それこそ、あ、そっかそっか。高卒で入るっていう、強兵みたいな選手のいくら提示されたみたいな数字が、耳に入ってくるので、うんうん、まあ、僕はもう、年俸自体は、上限いただけたんですけど、その支度金みたいのが、もう本当に10分の1みたいな金額だったんで、うんうん、まあ、そこは本当に、もう、今からプロになりますよっていうところで、交渉はしました。おお、すごい、さすが。ただやっぱり、そのクラブが決めたことだからって言われたら、もう、それ以上言えない。いいのかなと思って、うん、受け入れるしかなかったので、うん、だから結果的に1シーズン目終わった後にやっぱり納得できませんっていうことを言って、最終的には、うん、その差額みたいなものを1年間通した後にもいただきました。うん、山下先生って、これプロ野球になると契約金があるじゃないですか。はいはいはい。だからある程度ドラフトで上位で契約できる選手は、まあ、年俸以外でもそうやってドンとちょっとプロになることによって、はいはい、こうね、お金いただけて、少しそこは貯蓄に回せたり、余裕に、引退後の余裕とかっていうところにもなるんですかね。そうですね。なんかデータによると、これもちょっと古いデータですけど、まあ、大体ドラフト1位で契約しちゃうと、もう1億ぐらいいきますよね、うん、契約。で、J リーグの方の支度金ってそんな桁に行くことはもうなくて、上限もだいぶ桁違いに低いですよね。やっぱ契約金と、うん、プロ野球の契約金と同じように考えるわけにはいかないと思うんですけど、プロ野球の契約金は、例えば2019年度だと、まあ大体、平均で、まあ、7000万とかぐらいある感じなんですよね。佐藤さん今びっくりされたかと思いますけど、結構長くです。で、ただ、僕はちょっとさっき小沢さんがおっしゃったところなんですけど、この7000万とか1億とかあるんだったら、それ老後に取っときゃいいじゃんっていうふうに思われがちだと思うんですね。で、実際に、球団の方は、これはもう一般企業でいうところの退職金なんだから、老後まで取っときなさいって指導はするらしいんですけど、でも18歳とかの選手はそうできるかと多分無理で、やっぱりもうみんな車買っちゃうとか、使っちゃうっていうのが実情だっていうふうに、まあ、嘆いてらっしゃるって感じですかね。なるほど、なるほど。はい、うん、その辺は、久さん、その J リーグに入るときに、例えば研修とかあるじゃないですか。なんかこう入ってお金稼いだ時の使い方とか、そう、社会保障とか、今後事業、まあ自営業者になるから確定申告こういうことあるよみたいな、言われてもなかなか実体験踏まえてないんでわからないですか？そういう研修受けても。当時は新人研修で少しお金の話はありましたけど、すごい細かくってことは正直なくて、うん、もう僕は本当に幸運なことにチームメイトの先輩が、その、税理士さんを紹介してくれて、そこの、税理士事務所の、方がいろんなその、財務のこの話をしてくれたので、まあ、最終的に僕もそこで
お金に対して少しアンテナが張れるようになって、いろんな部分でまず、どういうふうにこの、財布の中身をコントロールするかっていう。あとはその当時のユースの監督も、やっぱりユースから上がる選手が先輩方がすぐ2年3年でクビになっていく姿を見てきているので。なるほど。もらった額の、本当に決まった金額を毎月残して、うん、で、やっぱりそういう貯めるっていうことをしっかり1年目からやりなさいっていう、そういった指導をしてくれたので、まあ、結果的にはそこは自分にとっても大きかったですね。うん。そこはどうなんですか？選手会としてもその辺の問題意識はやはりあって、例えばね、こう選手をそういう形で教育してないと、もう選手時代にもう全部使い切って逆に引退後、それこそね、一時期ちょっと、まあニュースにもなりましたけども、うん、犯罪に走ってしまうとかっていう、はい、残念ながら元選手もいたじゃないですか。はい、まあ、その辺は何かしらこう、まあ J リーグの研修だけでは難しいと思いますけど、ね、選手が独自でなんかこう、ね、人脈使ってやるだけじゃなくて、体系化されたカリキュラムなりプログラム必要だってやっぱり認識でした。当時はまだそれほど必要ではないかな、必要ではないかなというよりかは、そこまでなかなかこう、目が向くことはなかったんですけど、やはりその後長くこの、まあ、プロサッカーの世界で、こう、プレイしている中で、やっぱり選手が、本当にこう、まちまちで、人によってはアンテナ張ってる人もいれば、全くそこに対して無頓着で、まあ、それこそ別にそんなこと考えたくないっていう人も全然いましたし、まあ、そこ本当に選手会としても、まずそこの、選手のそのお金に対する、まあ、考え方っていうのを、もっとその、なんていうんですかね、まあ、金融リテラシーみたいなものを引き上げていかなきゃいけないなっていう課題感は正直、すごい強く感じました。なるほど。山形さんはその選手になって、やっぱり1年目、2年目なんかは結構派手にお金使っちゃいました？いい車買いました？いい車は買ってはいませんけども、うん、やっぱりこう欲しいものが手に入るので、うん。うん。やっぱりこう、誰に遠慮することもないですし、自分のお金なので。うん、なので、やっぱりこう、使ってしまいましたね。うん。やっぱり、まあ、若いからっていうわけじゃないですけど、後先を考えないというか、その、まだ辞めてからのことも考えませんし、うん。うん、なので、もう本当にこう、今、ね、だったらこう、貯めとけばよかったなとか、ある程度こう、資産運用とか、うん、そういうのも考えれますけども、当時はやはり全く、やっぱりこう、お金使う先輩羨ましいなっていう目で結構見ちゃったりもする。いい車乗ってる先輩かっこいいなとか。うん。うん、でも先輩から教えられるのってもう何でもいいけど領収書取っとけよぐらいしか教えないんで。うん。まあ僕も最終的にもう税理士の方に、お金の管理というか、まあそういう申告だったりとか、そういうような、お任せはしましたけども、うん、本当に若いうちからこう、まあそういうね、資産運用だったり、貯蓄っていうところができるようになれば、うん。こう、若い世代も、すごくこう、セカンドキャリアに入った時には、ちょっと楽にはなるのかなと思いますけどね。でも、その山田さんがプロになった頃、今でももちろんそうだと思うんですけど、やっぱプロなんで夢売らないといけないし、ある程度ね、こう、お金を得るんだったら、それなりに使って、ね、こう、来るファンや子供たちに、やっぱ、いい車乗ってた方が華やかに見えますし、そういうこう、なんかプロ意識ももちろんあったわけでしょ？もちろんありましたね。うん、はい。なので、いい車、初めていい車を買った時には、なんかこう、気分良かったですし、うんうん。ただ、やっぱりこう、後先考えずに買ってしまったので、あれ、家賃払えんくなるなと思って。安いマンションに引っ越しましたけど。本当にそんなことあったんですか？でも。いや、ちょうどタイミングと、やっぱこう、試合に出たり、ベンチに入ったりすることでの勝利球、出場球がある時と、ない時にちょうど重なってしまったんで。うん。うん。なので、まあそういう、なんていうんですかね、もう計算してお金を使うっていうことはあまりしてませんでしたし、僕の場合。うん。もうかっこいいから買っちゃおう、美味しいから食べちゃおうぐらいな感じ、うん。はい。
山下先生、そこは、まあもちろん選手の個々のリテラシーとか意識は高めていかなければ今後いけないと思うんですけど、まあそういう形で我々も動画で発信したいですけど、でもそれだけでは限界あるじゃないですか。はい。そう考えるとやっぱり改めて選手会とかスポーツ界全体で対処する方向がやっぱり重要だっていうことですか？僕自身はそう思ってます。ちょっとまた画面共有で示させてもらいます。はい、ですね。まあ、社会保障の図式で言うと、まあ、日本の社会保障って、その人の働いている職業の種類で、大きく2つのルートに分かれるんですね。で、1つ、右側の方が、まあ、会社員、いわゆるサラリーマンみたいな人たち、被用者とか労働者って呼ばれますけど、この人たちの方が、まあ、その、老齢、まあ、年取った後の年金は厚生年金だし、失業した時には雇用保険、まあ、いわゆる失業保険ですね。こういうのにも入ってるし、仕事中の怪我には労災保険で手厚くカバーされる。で、医療もちょっと健康保険で従業者の人よりもちょっとクオリティがあるとか、そういうことがあります。で、面白いことにこれ、他のスポーツのいわゆるプロじゃなくて実業団のスポーツ選手もこっちなんですね。ああ、なるほど。同じスポーツ選手とはいえ、まあ、会社員としてのスポーツ選手というふうに扱われるので、実業団、社員選手っていうのはこの右側の枠に入れます。ところが、プロスポーツ選手、J リーグをはじめとするプロスポーツ選手は、日本では、まあ、世界でもちょっと稀なケースなんですけど、日本では個人事業主、自営業者になっていて、もう老齢期の年金が国民年金。失業に関しては、失業保険、雇用保険には入れないので、ちょっと違う制度がある。で、労災に関してはカバーがない。だから試合中怪我してそれが障害残っちゃったらどうするんだとか、試合中の、まあ、心肺停止で亡くなったケースとかもありますけど、あれはどうするんだってことになると、もうなし。ってことそれはびっくり。いや、結構ひどいっていうか、結構大変です。だから、たまにその選手会で、まあ、今回の工藤選手の時もそうですね、チャリティーでやってますよね。ああ、そうですよね。選手会でやるってことぐらいしか。なるほど。だからそういうチャリティーでやるところでの限界があるんだ。これは確かに問題だ。問題大きいと思います。あとは医療に関しても、まあ、国民健康保険、国保ってやつで、ちょっとまあ、例えば出産時に仕事休む。ウィリーガーとかだと多分致命的なんですけど、出産時に仕事休む時の保証がないとかですね。こっちにはあるけど、こっちにはないとか。そういうことがあったりします。うん、で、僕がフォーカスしてるのが引退丸1と引退丸2で、まあその引退丸1っていうのは現役引退のことですから、サッカー選手で言うと、まあ失業に該当して、その時に雇用保険が出ればいいけど、残念ながら J リーガーは個人事業主だから出ない。うん、雇用保険が出たら、以前の給料のまあ5割から7割ぐらいを、まあ、半年から1年ぐらいもらえるんですね。かなり準備期間がある。ところが、それがない。で、さらに引退丸2の、まあ、その将来の年金、老後の年金ってことになると、国民年金しかもらえない J リーガーっていうのは、もしその後も、まあ、個人事業主としてずっとやっていくんだったら、うん、それだけだとですね、月々 5.6 万円、5万6千円ぐらいしかない。うん、もしこれが会社員の方だと、14万円、まあ、10万円ぐらい差がある。この辺の違いがあって、そもそもその公的保障、公的な社会保障の枠のかけ方が全然違うってことですね。うん、これは、まあ、確かにその、プロなんだから個人でやれよっていう主張もあり得るんですけど、それだけでは、ちょっと対処は難しいっていうふうに思うっていうのが僕の率直な感想です。うん。はい。これを踏まえて、例えば山下先生、こう、具体的に何か、J リーガーの保障をこう、はいはい、もう少し厚くするためにできそうなことってなんか具体的にあるんですか？ですね、僕自身が思ってるのは、まあ、すでにも佐藤さんが、関わられてやられてることの紹介になるのかなって気がするんですけど、まあ、やれることとしてはもう、個々人で対処しましょうってことですよね。いわゆる自助。で、選手会とかスポーツ会で対処する、まあ、共助の仕組みみたいなのがあって、あとはまあ、その、社会保障、公助を改革しましょう。より、みんな統一的な仕組みにしましょうっていうのはあり得るんですけど、今回の研究では、選手会に主にフォーカスして研究したんですけど、まあ、佐藤さんが会長を務められていた日本プロサッカー選手会、JPFA がかなり大きな役割を果たしていて、例えばその2016年以前は退団一時金制度っていうのが存在して、で、これはいわゆる、まあ、引退時に、うん、一定のお金を支給する。失業保険、雇用保険がない代わりにこういうのを、まあ、役立ててほしいという仕組みですよね。で、それが後にその小規模企業共済に、まあ、選手個々人で入ってもらって、それに対する補助金をこの、まあ、選手会が主導した仕組みの中で出していきましょうってことになって。で、この小規模企業共済っていうのは、まあ、
サッカー選手だけじゃもちろんなくて、その辺の、例えばその自転車屋さんを個人で経営してる人とか、そういう人たちも入れる。小規模の企業の、まあ事業主が入れるやつで、国の法律に基づいてるんですけど、これは、まあその、本人が個人事業主を廃業した時点で共済金を受け取るような、掛け金をかけといて、個人事業主を辞めて、例えば会社に就職したりしたっていう時に、今までの個人事業主の掛け金を受け取れるっていう仕組みです。うん、で、これを実際に今やっていて、まあこれは個人事業主をどのタイミングで本人が廃業するかによるので、例えば J リーガー引退したけど、例えば韓国、監督業でまた個人事業主やってるとか、そういう人たちはまだ小規模企業共済に入り続けられるし、まあ、その監督、選手を辞めた後に、例えばその山形さんのつながりで言うと、あの、千代丹田光さんとかは、ビール会社に勤められてますよね、最近。ああ、朝日とありますね、聞いて。就職されてる。ああいう時は多分、個人事業主としての J リーガーから、あの、費用者としての、会社員としての、まあ、その、従業員になっているので、その時は、こう、一旦これで、個人事業主を廃業して、会社員になるっていう形になって、そこで受け取るっていうタイミングになると思います。でこういうふうに、その、まあ、引退丸一、その現役引退の時点か、あるいはその、老後までずっと個人事業主をやる人は、その、引退丸二の時点で受け取れるような仕組みを、サッカー選手会は頑張って作られてきてるなっていう、そういうところを見てみました。なるほど。これがサッカー会ですね。はい。ちなみに山下先生、これ、海外のスポーツ団体だと多分僕もニュースで見たことあるんですけど、例えばアメリカの大リーグとか、サッカー界でもヨーロッパだと、その選手会主導じゃなくて、もうそこの、例えばね、こう、プレミアリーグとか、ラリーガとか、その、リーグ側が、例えば選手の引退後の年金をちゃんとプールして、掛け金ちゃんと積み立てさせて、選手引退後にそうやって、こう、引退の保証をある程度厚くする。で、まあ、選手が、あの、ドイツ人でさえ、ブンデスリーガでさえ結構引退後に選手が破産するみたいなことがニュースになってましたし、そう考えるとやっぱそういうことをある程度リーグ側としても考えていかないといけないですね、多分ね。というふうに僕は立場として思っているところがあります。あの、例えば、イギリスプレミアとかだと、あの、個人年金の仕組み、いわゆる、あの、僕らでいうところの個人年金みたいな、企業年金としての個人年金みたいなやつを、あの、選手会がやってくれてる。っていうこともありますし、メジャーリーグベースボール、アメリカのメジャーリーグベースボールはもうものすごいです。なんかその年金もそうだし、その他の、まあ、ウェルフェアプランとかっていうのがもう全体的にパッケージで揃っていて、年金以外にもいろんなその介護が必要になった時みたいな、そういうのもあったりして、月々の年金額も満額で行くともう100万近くなる、月々100万近くなるんじゃないかという額が出たりするんですよね。で、そう、まあ、フランスリーグワンも同じようなことを、個人年金の仕組みを持ってますし、なんかそういうのをは、あの、まあ、リーグとしても、あるいはサッカー協会としても考えていく可能性はあるし、必要性もあるんじゃないかというふうに僕は考えています。はい。田さん、個人的にちょっと驚いたんですけど、例えば J リーグのクラブは、例えば社員、その職員の方って多分厚生年金普通にもらってるじゃない、はい、まあ、その職員なので。でも選手は契約、ね、個人と契約なので、厚生年金には入れないんですね。あれないです。うん。そこは、選手会としてなんかこう、動いていたりしたんですか？そうですね。やはりあの、個人事業主なので、うん、もう最初のところがやはりこのプロの世界だと契約なのか、なるほど、まあ、会社員なのかっていう、まあ、もちろんもともとこのサッカー界でも、あの、会社員でプロにはならないっていう選択をした、あの、選手たちもいましたし、うん、そこはもちろんその、社会保障が手厚いっていうところ、を選択する。一方、プロを選択すると、もちろん目先のサラリーが上がるっていうのは、うんうん、あの、当時も多分あったと思うので、この、話題に対してもずっと、選手会としても動いてきて、うん、まあ、まさに自分が会長をやった2012年から16年の間に、この小規模企業層、あの、共済への、あの、掛け金への補助っていうのを、あの、制度化したんですけど、それはもう、決して選手会だけではなくて、何度も、リーグ協会、いろんなその、見識者の方と、あの、話をして、うん、何が、今の現状を作っていけるかっていうのと、どうしても、まあ、これ多分すごい驚かれると思うんですけど、小規模企業共済って、かけて損はないんですよね。あの、うん、本当に、あの、税の控除になりますし。なりますもんね、全額ね。うん、ただそれでも当時で、
選手会全体で最初アンケート取った時に 30%、 3割ぐらいしか入ってなくて、お7割近くが未加入。うん、で、それもメリットは知ってるけどめんどくさいっていう人もいれば、もちろんそこにかける掛け金がないっていう、うん、もちろんそのカテゴリーで言うと、下のカテゴリーでプレーしてる選手たちの実情っていうところもあったので、うん、まあそういったところを少しずつ、じゃあ、まずその選手のその加入の促進っていう部分も含めてちゃんと制度化することで、みんながそのまんべんなく一定額をあの補助として受け取れるっていう形を作りましょうっていう形でスタートしたので、ただ全然まだ足りてないですよね。なるほど。山田さん、そこ選手時代に途中でゼリスさんに入ってもらったっていうお話先ほどされてましたけど、その辺からはやっぱりそういうちょっと自分の資産形成の意識だとか、あるいはしっかり年俸給料の管理なんかはより意識芽生えました？そうですね。あの、まあ、税理士にお願いしたのは初年度のその確定申告の部分でしたけども、やっぱりそういう税金のことをこう学ぶ機会っていうところもなかったですし、まあそういう話を聞く、まあ中で、まあこれだけ、あの、お金に余裕というか、まあこういうお金があればこっちに回せるよとか、うん、まあそういった、なんかいろいろなことは聞けたので、うん、なんかこうバカみたいにこう、あるだけ使うっていうところは、あの、まあなくなったのかなというふうには、うん、思いますけども、ただ、やっぱり年ごとによって、やっぱりこう、もらえるお金も違うので、うん、まあその中でこう、状況がやっぱりこう、変わってしまう難しさっていうのはすごくあると思います。なるほど、なるほど。増える一方、大幅に減額される可能性もありますし、うん、先ほど小沢さん言われたように、その翌年に税金かかってきますから、うん、そういったところでの、その、まあ、自分のその資産の運用というか、まあ、貯蓄も含めて、まあ、その年ごとに変わっていく中でどうやりくりをしていくかっていう難しさはあります。うん。山川さん、選手時代は結構その、まあ、そのシーズンの評価で、その秋に、10月以降に来年の提示が来るわけじゃないですか。はい。結構その年俸で言うと乱高下ありました。あんまり安定しなかったですか？そうですね。あの、大幅にこう下がるっていうことはありませんでしたけども、ちょうどあの、戦力外になる以外はですね。うん、はい。まあ、ただ、やっぱりこう、周りって、あの、まあ、先輩でも後輩でもいますから、まあ、そういったところでもう、明日は我が身じゃないですけど、うん。うん。まあ、プロとしてはこう、当たり前の、やっぱこう、まあ、恐怖感というか、うん。うん、まあ、それはなんかついね、日頃から抱いてはいましたね。うん。久さんは現役もう長く20年以上されましたけども、はい、まあ、特にやっぱり選手にとっては怪我が一番ネックになってくるじゃないですか。うん、はい、怪我の時のこう査定とかってどういう J クラブってされ、して選手はされるもんなんですか？まあそこも正直その怪我の中身とか、うん、そこの怪我に至るまでの、その選手の状況によって、だいぶ、ですかね、差はあると思うんですよね。あの、そこ、同じ怪我だから、この選手には手厚く、この選手には、フォローアップしないっていうのも全然多分あったとは思いますし、うん、そこはやっぱりその、チームの中での選手の立ち位置っていうところがあったので、ただ、その怪我して、その回復まで、例えばホテルとかそういうリハビリなどの施設を、あの、整えるっていうことはどのクラブでもちゃんと、あの、そこのメディカルスタッフは、あの、整備はされてるなとは思うんですけど、もちろんそこに対して、あの、選手個々で、あの、それぞれのこう、障害保険に入るっていうよりかは、クラブ全体でもちろん、あの、トレーニング試合っていうところは入ってると思うので、そこに対する費用は間違いなく出てると思いますし、うん、ただやはりこうシーズン終盤で大きな怪我をして、そのままその翌年あの契約がなくなるっていうことの、うん、選手を何人も見てきているので、なるほど、そこはなんかまた違った形が制度化されているのがまた、うん、取れていたのかなっていうのは感じますかね。うん。あと久田さん、その選手会としては結構その労災保険が
適用されないところは問題意識持たれたんじゃないかなって想像するんですけど、そこに関してはどういう認識でどういう動きされたんですか？労災のところはもちろんその試合中の明らかな怪我とか、まあ、病気みたいなものは、まあ、選手サイドで言うと十分そこは、まあ、そこで命を落とすとかそういったところはなかなか考えれていなかったので、うん、怪我に対する保障で収入に対する保障っていうのは正直、うん、そこは、まあ、選手個々の契約にはなるので、あまりこう会として、うん、動くっていうことは正直はしてなかったですね。うんうんうん、やはりその制度化するのがあくまでも個人事業主っていう、まあ、見え方というか実際そうなりますもんね。形なので、うん、まあ、いろんな意味で自助努力で、自助努力で賄えない部分をなんとか制度化して選手会としてもフォローアップしなきゃいけないよねっていう話はしていたので、ただやっぱり財源とかマンパワーとかいろんな部分はまだまだ、うん、もちろん会としても、うん、足りてなかったなっていうのは感じます。うん、山下先生、他の競技団体スポーツだとどうなんですか、その労災の適用するしないのところで言うと。はい。労災に関しては、基本的にも一律で、プロは、入れないっていう扱いが、日本では通常です。うん、ところがというか、ただ、その、プロスポーツ選手という視野から一旦離れてですね、例えば同じフリーランスでも、映像業界、まあ、映画監督とか、映画の演出さん、カメラマンさん、ああいう人たちって個人事業主、フリーランスで、映画現場に集まって、だから、労災入れない、本来入れない労働者じゃないんですけど、うん、特別加入制度っていうのを国が、作ってて、まあ、本来労働者じゃないから労災に入れないけど、自分で掛け金出すんだったら労災に入ってもいいよっていう枠組みを作ってるんです。それが何業種かあって、大工さんの一人親方、まあ、個人でやってる大工さんとか、家族経営のなんとかとか、そういう何種類かにはまると、労災保険、国の労災保険に労働者じゃなくても入れる。で、入れたら何がいいかっていうと、もう、仕事中の怪我で障害を負ってしまったら、もう、まあ、障害の重さによっては一生年金が出ます。これ、やっぱり国が財源を全部持ってるからこそできることで、もう、試合中に倒れて亡くなって、心臓止まって亡くなったりした時も、遺族に一生涯、保障が、っていうの、もう何十万円という保障が一生涯で、うん、この辺はやっぱり、スポーツ界のこともちょっと国として考えていった方がいいんじゃないかっていうのは思います。うん、そうですよ。そこで言うと、その山下先生がそもそもこのね、スポーツ界にきっかけを持つことになったスペインのルベンデラレンの心臓のね、こう、トラブルで引退して、ね、労災認定されたっていうところからですけど、やっぱ海外だと、そういうスポーツ選手であっても結構労災、競技団体として加入できるってことなんですか？労災保険。これがちょっと、今まさにその、加減、国の研究費を使ったグループで、ちょっとそれを研究していて、うん、労災も国がやってる、各国がやってる労災保険で救うっていうパターンと、うんうんうん、さっきちょっと佐藤さんが言及されましたけど、私的、なんか障害保険みたいなのに個別に入る、団体として任意加入するっていう仕組みもあり得るので、どの国がどういう制度を取ってるかっていうのはかなり、多分まちまちなんじゃないかなって気がするんですよね。だからそれはちょっと今から、のまさに国際研究をしていかないといけないなという課題です。うん。でも山下先生、今回まあサッカー界で不幸にも工藤選手みたいな例が出ましたし、まあ今後も多分そのサッカーで言ったらどうしても心筋梗塞の問題とか数年に一回やっぱそういう選手出てしまいますから、やっぱそういう労災、まあそれが国としての労災保険に適用でなくてもサッカー界としてあるいはスポーツ界として何かしら私的にそういうね、団体保険を作ってなんとかそういう労災をね、うまく選手を守るような保障自体はやっぱ必要じゃないですか。僕自身はかなりその必要性高いと思いますね。うん、カメルーンのフォエ選手とか、うん、あとはエリクセン選手だってもう危なかったこともありましたし、うん、ああいうことを考えると完全に起こりうる世界なので、うん、それをその自分が死ぬかもしれないなんて思わないですよね。うん、普通サッカーして急に心臓止まるからもって思えない、うん、思えないと思うので、社会保障とか国の保障っていうのは、個人に任せといたら、普通そういうことを予測できないよねってことを守るのが国の仕事の、うん、まあ、役割だと僕は思っているので、うん、こういうことこそ僕自身は国としてやるべきだというふうには思っているし、それが難しかったらその業界内で
っていうのも必要だとは思っています。うん、僕は自助努力っていうところではまさに労災がないというところで本当に結婚したのが早かったので、まあ、その当時のファイナンシャルプランナーの方がやっぱ収入保障の保険は入んないとっていう話で、もうやっぱりいつ自分が死ぬかって、だから、うん、結婚したのに死んだら妻に毎月いくらか渡るような保険をもう、引退するまで、まあ引退して今もなんですけど、うん、かけているので、でもそれって結構やっぱり金額的にも、まあまあ大きい金額になるので、うん、そこは本当にプレイヤーとしても結構しんどいなっていうのは正直感じますね。うん、なるほど。まあ、ちょっともう最後のテーマに行きたいんですけど、やっぱり今回こういうお話させてもらったら、まあ確かに固い問題で多くの視聴者の皆さんには、それはあくまで J リーガーのね、世界、プロサッカーの世界でしょうで、終わりがちなんですけど、実はそうではなくて、今もう日本全体でこれだけフリーランスのね、こうギガワーカーも含めて、従業員の方が多くなっていたりとか、あるいはちょっとまあ社会保障の、ね、特に年金の問題なんかで言うと少子高齢化がかなり加速化してますんで、一人一人に、ね、突きつけられている問題ですし、まあ決してサッカー界だけ、スポーツ界だけの問題にすることなく、逆にね、こう、早くから、まあ高卒からもうね、自営業でプロ選手としてアスリートとして活躍された二人に、逆にそういう話を、アドバイスを聞きたいとは思うんですけど、例えば山川さん、ご自身で J リーガーを経験されてみて、まあ全く言ったらここまではね、もう誰からも守られる環境からいきなり自分で稼いで全部自分でその稼いだお金も使える環境にパーってこう放り込まれると、なかなか自分だけでコントロールするのって難しいじゃないですか。それはご実体験からもお感じになってると思いますけど、そういう意味では、まあなかなか若いうちに老後の蓄えとかね、こう引退後、この備えみたいなのをこうイメージしにくいかと思いますけれども、今そういうJリーガー経験されたからこそ、若い人たちにこう何かアドバイスできること、それからこれからJリーガーになろうというような選手たちにアドバイスできることありますか？そうですね。まあ、やはり、まあ、こう先を見据えて行動していくっていうところが一番なのかなと思います。やっぱりこう、リスクマネジメントじゃないですけども、まあ自分がもしね、サッカー選手であればダメになった時にどうすればいいのかっていうのは常日頃から考えておく必要があると思いますし、まあ先ほどの労災の話とか、まあね、障害保険、まあ自助努力で、ね、障害保険自分に入るとか、まあそういったところも大事かもしれないですけども、やっぱりこう、僕としてはクラブが選手を守るっていうところは一番大きいのかなと思います。まあ選手会がもちろん選手個々に対して、まあより良くなるためにっていうね、佐藤含めてこうアプローチはしてもらってると思うんですけども、一番はやっぱりこう、選手を抱えているクラブが例えばその労災の代わりに、何かこう、ね、保険のこう費用を負担してあげたりとか、なんかまあそういうのって多分できることだと思うんですよね。なのでまあそういったこう選手が守られる環境っていうところのこう構築っていうのはこれからしていくべきなんじゃないかなというふうには思いますね。田さん、こう日本でもいろんなね、こうハングリーの定義みたいな話ってずっとあると思うんですけど、はい、我々多分日本人ってある程度セーフティーネットがあったり保証してもらった中で、思う存分やれって言われた方が、本当の意味での日本人的なハングリーさをこう発揮できるんじゃないかなって僕は思っていて、例えばそれがね、こうブラジルとかアルゼンチンの本当に貧しい貧困層のところからハングリーで家族を養うためにプロサッカー選手になって達成したっていうハングリーさを目指せって言ってもなかなか日本人難しいなって僕は思ってる派なんですけども、その辺はどうプロ選手を経験されて思ってます、ハングリーさに関して言うと。まあ、やはり、日常の生活レベルが、本当にこう、豊かな日本の中で、なかなかそういったハングリー精神を持てって言われても、やっぱりなかなかピンとこないですし、まあ、もちろん中には本当に家族を養うっていう気持ちを持って、このプロの世界に入っている選手もいると思うんですけど、うん、割合で言ったらかなり少ないと思うので、まあ、そういったところでやはり、しっかりと、社会保障のところを
サッカー界としても考えていかなきゃいけないと思いますし、組織としてできること、個人としてできること、やっぱりこの二つをしっかり積み上げて、個人は個人でしっかりやっぱり自助努力を、どの選手もやること、それも、じゃあ家族ができたからやるっていうわけではなくて、プロの世界に入ってすぐにそういったものを、しっかりやっていくこと、積み上げていくことっていう部分、あとはやはり、組織のところは、選手が動いてなかなか形になるものではないので、そういった部分でやっぱりクラブであったり、リーグ、協会、大きい組織で、やはりこう、選手のことを考える、未来のその選手たちを考えるっていう気持ちで、なんかやっぱり制度化していかなきゃいけない時期にも来てるのかな。やっぱり、Jリーグ30年経ってきて、いろんなものが、収穫と課題も見えてると思うんで、やっぱりそこにまた、目を向けていかなきゃいけないかなというのは感じますね。うん、そこは久々さん、こう、ヨーロッパでも先日、レアル・マドリードのアンチェロッティ監督が、あまりにも過密日程になりすぎていて、選手が疲弊してるのに、一番選手が考えられてないと、FIFA も UEFA も自分たちのお金稼ぎのことばっかりで、一番選手がないがしにされてるから、もうちょっと考えてくれっていうのを会見で言ってたんですけど、やっぱり改めて、こういうことを考えるときには、選手ファーストで全体が考えていかないと、選手にね、選手あってのサッカーで、スポーツですから、そこは大事ですよね。主役やはり選手のプレーだと思いますし、そういったいいプレー、それを多くの方々が見て、そこに対して熱狂して、そこにお金が支払われると思うんで、今どちらかというと、特にヨーロッパを見ると、本当にお金先行で、本当にこう選手、特にトップオブトップの選手たちが常に、ハイパフォーマンスを発揮しなければいけない、そういった環境下に置かれていると思います。その中でも本当に、トップドットの選手たちは、それを十分こなしているので、本当に素晴らしいなと思いますけど、ただやはり怪我っていうところは常にリスクとしてあるとは思うので、うん、もっともっとその休息と、また次に向けてのトレーニングが行えると、もっと多分素晴らしいパフォーマンス発揮できると思うんで、その後さらに多分、このフットボールの魅力が高まっていくと思うんで、うん、やはりそういった方向に進んでほしいなっていう感じですね。山形さん、最後に、今回のテーマで言うと、まあ、J リーグがね、こう30年、30周年を迎えて、もう J リーグ、あるいは J リーガーっていうね、こう、職業の場であったり、職業自体は完全に日本の社会の中でも定着して、ね、こう、存在価値として見出されてると思うんですけど、よりこれから J リーガーが社会的に、こう、社会に貢献したりとか、子供やね、地域のファンサポーターに、こういう面を与えるような存在になるために、まあ改めて社会保障も大事だっていう今回と話をさせていただきましたけども、今後の J リーグに期待したいこと、はい、J リーガーに期待したいこと、どういうことでしょうか。まあもちろんですね、まあ僕がその J リーグを目指している子どもたちを教えているっていうところで、うん、やっぱりまあそういう子どもたちって、お金のこととかじゃなくて漠然と J リーガーになりたい。っていうところ、うん、日本代表になりたいっていうところがあると思うんですよね。なので、なんかこう、まあ、ただ、今回こういう話があったようなことを、僕としては今の選手にも伝えれるので、うん、だからこういう若い年代から、その J リーガーのそのサッカーの部分じゃないところっていうところも、しっかりと、こう、教えながら、うんなんかこう人としてもしっかりこう幹が太くなってプロにこう輩出していきたいな。なんかそういった子が J リーガーになると、そのね、久里が言ってるその自助努力っていう形ができる選手もどんどん増えていくんじゃないかな。うん。結果やっぱりその自分を守ることでもあるし、やっぱりこう現役を長く続けることにもつながる。ひいては、サッカー界全体のためにもつながる、まあ地域サポーターにもつながるっていうところ、まあ全体としてもなんかこうビンビンになっていくのかなと思います。だからまあ若年層、育成年代のところでもそういったところを考えれるサッカーだけじゃなく、こう人としての部分をしっかり持った選手を育てていきたいなというふうに思います。うん久里さん同じ質問ですけども、30年以降の J リーグ、J リーガーに期待したいこと、どういうことでしょう？今の子供たちってもちろん J リーグ見てると思うんですけど、それ以上にやっぱり世界のトップオブトップの選手たちのプレーを、日常化で見られる環境なので、やっぱりそこに一番こう近い、やっぱり日本のこのプロの、サッカー界っていうところで、
やっぱり一番はそのピッチ上で、素晴らしいプレーを選手は、多くの子供たちに見せていかなきゃいけないですし、ただそこの分でも、間違いなく選手たちが、いろんなその不安を取り除いて、競技に集中できる環境を、これはもう選手じゃなくて、大人が、他の立場の、まあ、僕自身も含めて、今僕は引退して、J リーグの OB 会の会長もやらせていただいてるんですけど、そういったところで、いずれ、今の現役選手たちも OB になりますし、うん、そういった選手たちが、このサッカー界、プロのスポーツ世界の中で、やってよかったなっていうふうに思えるような環境を、ま、やっぱり30年経って、もちろんそこは30年前、いろんな方々が熱量を持って今積み上げてきてくれてるんで、それをここからまた30年、土台を崩してしまうのか、さらに、強固な、こう、土台にしていくのかっていうのも、僕たち年の世代の役割だと思うんで、まあ、選手はもう本当に、ピッチで素晴らしいパフォーマンス発揮して、うん、そこに集中してほしいですし、あとは本当に足りないものをしっかり自分たちの、うん、まあ、世代というか環境下で作っていきたいなって正直思います。うん、ありがとうございます。山下先生、最後に、まあ、今日の、こう、対談、特に二人の元選手をお招きしてのお話の総括と、まあ、やっぱり、こういう、ね、まあ、ある意味、普通のサッカーのファン、サポーターに見ていただいているような YouTube のチャンネルで、まあ、こういう社会保障、硬い話なので、なかなか受け入れがたい、ね、聞きにくい話だったかもしれないですけど、やっぱりこう、華やかな J リーガーで、ピッチ上でね、こう、いいプレーしてもらうことが一番なんですけど、それ以上に、彼らに安心してプレーしてもらって、いいプレーしてもらうためには、やっぱり、こう、一人一人のサポーターが、ね、全体の制度設計とかも、ちょっと考えてもらう必要もあるかな、あるのかなと僕は思ったんですが、改めて今回、対談、こういう企画をして、立ち上げていただいた意義みたいなところを、最後にまとめていただけますか。ありがとうございます。まず最初に、お二人に伺って、やっぱり自分で考えてた方向性で良かったなと思ったのは、まあ、やはり保障が充実してしまうと、ハングリーさが失われてしまうんじゃないかっていう議論は、日本でもあって、で、それはプロの経験者でもおっしゃることもあるんですね。でも、まあ、多くの場合はそうではないだろうと。安心してプレーできる環境を整える方が、むしろ、選手がプレーに集中できるんだっていうことを、ご意見をお二人からいただけたのは、やっぱり勇気づけられますし、こういう方向で考えていきたいなというふうに今後も思ってます。で、あと一つは、お二方もおっしゃった通りですけど、まあ、僕の視点からすると、まあ、子供が二人いる親なんですけど、子供が安心して、スポーツ、もうこのサッカー界に、もうプロ目指してプロでやるんだって言って、子供が安心していけて、かつ親も、もうそれでいい、行ってこいっていうふうに言えるような環境にしたいなっていう気はしますよね。なんかちょっと、いや、もし怪我したら、このことのこと不安だから、もうちょっと一回大学に行っときなとか、もうプロとか、あんたの才能じゃ無理だからやめときなっていうふうに親が言うような職業になってしまうとやっぱ悲しいので、うん、そこは安心していけるように大人の責任でもあるかなと。クラブが必要な負担を負う。まあ、山形さんおっしゃった通り、クラブが必要な負担を負うとか、協会リーグが必要な負担を負うっていうのも必要かもしれないっていうふうには思います。で、最後に、まあ、サポーターのことに小沢さん研究してくださいましたけど、なんか、僕自身もそうですけど、なんかすごい嫌なことがあっても、やっぱりサッカー見ると忘れられるってことはありますよね。もう日常的に元気をもらう、勇気をもらうみたいなことすごくあって、僕自身がこういうその普通の研究者がやらないような、ちょっとトリッキーな取り組みをしてるのも、なんかそのいろんなもうサッカーのプレーを見て、なんかめっちゃそのペナの中ドリブルで行くやんみたいな、こんなこと俺、だ研究でもこんぐらい勇気持ってやらないかんのやないかって自分で思ってこういうことをやってるところがあるんで、そういう勇気をもらってる以上は、僕らがその選手のプレーで感動をもらって、はい終わりじゃやっぱダメだと思うんですね、うん。選手から勇気もらってて、それを何らかの形で選手がさらに還元、老後まで含めて還元してもらえるような仕組みを、僕ら見る方、常に何かもらってるわけですから、見る方としても返していく責任があるんじゃないかなっていうのを思って、うんいます。はい。ありがとうございます。では今回はこれにて終了とさせていただきます。今回はお三方をお招きしまして、サッカー選手の引退後の保障を考えるというね、こう大テーマでいろいろお話しいただきました。お三方ありがとうございました。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 